日本語の音韻は、日本語において、別々の音と分析される抽象的な音の全体である。これらの音韻は一つの台形をなす。本記事では、日本語東京方言の音韻体系、また、音声学的に見た、実際の発音を中心に説明する。日本語は、典型的な網羅言語であり、長母音や語末に、N のある音節は二網羅と数える。 各モーラが概ね同じ時間になるように発話される。例えば、ヨーロッパという単語は語モーラである。ハットリシロの解釈では、日本語のモーラは、以下のいずれかに属する。CV、CJVV、N、Q、日本語のモーラの一覧を示す。外来語にのみ出現する音はこの表には含まない。基本語母音の長音に一左側を向いた人の口の、 中を模式的に示したもの。左へ行くほど下が前に出、上へ行くほど口が狭まることを表す。多くの方言でアクセントを伴わない、I, u が、無声シーンの間にある時に無声化する。無声化した母音の隣接した音節では通常は、無声化することはない。さらに、単語の終わりの抑揚が低い時は、そこの無声シーンの後の、I, u が無声化する。さらに、シティハイスー、ツフの場合は、無声母音すら持たず、持ったとしても、その長さは極度に短い。より小さい範囲に、オー、が2拍以上隣接していると無声化することがある。マイメートル、n、に隣接しているときに、母音はわずかに鼻にかかった声で話される。バチオト、n、 の前の母音ではかなり鼻にかかった声で話される。単語の始めと終わりで、それぞれ正門閉鎖音が発音されることがある。これは以下の言葉で表される。単語の最終的な語が強調されて、口にするとき、この正門閉鎖音は明らかに聞き取れて時々、即音で表される。これは、あ、と、え、のような感動詞でも見つかる。日本語の母音には、 長単の区別があるが、これを音韻的にどう解釈するかは、説が分かれる。伸ばし音素のようなものを認めることも、長母音を単に二つの母音が並んだものと考えることも可能である。死音の主な音声には、以下が現れる。ひらがなの例は代表として、アダンのものを記す。即音、Q の死音は後に来る死音によって変わってくる。服部と郎は、 母音で始まる音説の前に、死ンがあると考え、これによっていくつかの音声的事実を説明できるとする。この音素を立てた場合、日本語のすべての音説は死ンで始まることになる。柴谷片良は、の存在を疑っている。服部ト郎は、お、とは別の音素とする。ということを根拠とする。しかし、多くの学者はこれに反対している。 c 窒の死因が、縦との死因と、音韻的に同じかどうかについては、議論がある。服部と郎は、t が j, i, u の前だけで、破殺音になる理由がないとして、t とは別に c を立てる。しかし、c を認めず、窒を t、つとする解釈もある。前者の解釈では、t、つ及び、 呪は、隙間になっていると解釈する。後者の解釈では、理、呪は、じ図と中和していると考えることになる。旧服部と郎は即音を、音素九とする。例えば、あったは、あくたになる。これを、あったと解釈することも可能である。R、近代地春彦は、超音のために超音素を立てる。服部と郎は、 音声的実態がないとして、これに反対するが、柴谷方良は、近代地春彦に賛成する。日本語東京方言は、皇帝アクセントを持つ。すなわち、一語のうちの最後に高くなる網羅が、語によって決まっている。服部と郎の用語ではこれを、アクセント格と呼ぶ。近代地春彦は低くなる網羅の前に、アクセントの滝があると考える。格網羅の高さは、 アクセント角から予測可能である。アクセント角が第2網羅以降にあれば第1網羅は通常低い。第2網羅からアクセント角のある網羅までは高く、それ以降は低い。アクセント角のない、いわゆる平板調の語もある。現代日本語の連音現象としては連絡が代表的である。他に連乗、音挿入、音便などがあるが生産的ではない。 ありがとうございます。